はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日はですね、埼玉県の某所に来ておりまして、私の幼馴染がレンタルスペースっていうんですかね、はい、ギャラリーを開いたということで、来いということで先週来ましてですね、仲間を脅されてきたんですけど、来てみたらすごくいい雰囲気で、ここで何かできないかということで、今日はですね、ちょっと動画を撮って、あと中の紹介と、もしかしたらワークショップでもやっちゃおうかなっていう。なるほど。ここのオーナー野口さん。いいじゃん。野口さんです。はい、旧姓野口さんです。はい。ここはまだだからオープンしたばっかりで、こうまだ、看板もなくて、あんまり商売に行けないんですけど。まあ、なんとかこういうイベントもね、なんかもうやってるって、ぼちぼちやってるということで、はい、やられてますんで、ちょっと中をね、ちょっと見てみましょうか。お二人は同級生なんですね。同級生、小学校中学の時の同級生で。もういなくなっちゃったけど。小学校の時のアイドルです。アイドル、じゃあちょっと中、ぜひどうぞ。私が案内するのも変なんだけど。はい、こんな感じです。こういうなんかカフェっぽい感じの、ね、カフェっぽい、ちょっと温泉持ってきたんだよ、カフェの人が、はい、はい、でこれは矢島屋さんで購入して、一回針金かけたんですね、はい、で多分動画で紹介してると思いますけど、そっから何もしてないんで、針金ちょっと食い込んだやつだけは取ってきましたけども、今日はもうこの暴れたものをですね、もう少し綺麗に整理したいなというふうに思います、うん、まあ、こういう木を、まあ、この時期どうするかって、このままほっといて4月を迎えると大変なことになっちゃうんで、この冬のうちにですね、こういうものを集めていって、できるだけ懐の葉っぱはですね、綺麗に取って葉を透かしておくというのが、はい、まあ、この時期やっておく作業ですね、はい、適期でもあります。枝を剪定する、はい、懐の股の葉っぱですね、こういうのもきれいに整理する、それから針金かけるのもいずれも適期なんで、この冬やっときたい作業ということになります。もう適当にどん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 切っちゃいますね、はいはい、これやっとかないと、要は間延びした枝になっちゃったりとか、そうです、そうです、そのままになっちゃうんですね、うん、このまま先端がここ葉っぱ開いちゃうと、やっぱり懐に充実させたいので、この伸びてる枝っていうのは元気のいい枝ですから、はい、ここは逆に詰めてこないと、懐から枝が吹いてこないということで、とりあえず大雑把に1回切った方がいいと思います。一発で決めれば決めた方がいいんですけど、心配な方は少し長めに切って、まあ、面倒ですけど2回に分けて切った方がいいかもしれないですね、はい、で後でちょっと相談してからですけどね、もし応募してワークショップ人が集まるようであればやってみたいなって。入間さんのワークショップ、そうですね、というかもう彼女がやれ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 言ってるんで、で先週来たばっかりなんですけど、もうすっかりその気になって、1週間で企画書まで作ってきたんですけど、やりたくなっちゃって、やりたくなっちゃって、先週来た時は断るつもりで来たんだけど、すっかりこっちの方がやる気になっちゃって、昼間さんワークショップやれたら来たい人多いんじゃないですか。いやー、そう言っていただけるとありがたいんですけど、何でしょう、人が集まらないとできないんで。企画は企画倒れですから、多分まあ土日に、これは武蔵浦和です ですね言っちゃうと、埼玉県の武蔵浦和でやるワークショップ、そうですね、で徒歩10分ですし、国道沿いは近いんで、ワークショップではなくて私は一日楽しんでもらいたいなと思って、大変ですよ、大変です、大変なんですけどずっと喋ってなきゃいけないですよ、それ喋ってなきゃいけないし、でもここご飯も出るんですよね、ご飯も出る、もつ煮が美味しいらしいんで、そう、作れるらしいんで、もつ煮が出るらしいんで、コーヒーも出ますしね、だからちゃんとそれだから結構一日日沼さんと一緒にいられる、まあ、いられるっていうあれですけど、だから木の相談もできるし、ワークショップもやるし、そうなんです、相談だとか、木持って一日盆栽をいじくる日に昼間さんもいるっていう、いるっていう、でできたら私は即売会もやりたいなっていう、ちょっともういろいろ企画しすぎてるんですけど、そんなことをちょっと考えてて、なるほど、はい、これからちょっと Q さんとね、野口さん見てもらって、相談しましょう、相談しましょうっていうことで、はいはい、結構その気になってますね、はい、まあ、よく言うこの葉っぱを切らないってことですね、周りのね葉っぱの先端の成長点が大事なんで、必ずこう軸を切るように、はい、はい、
茶色くなっちゃうんですよね。ああ、そうですね。葉っぱの先端が茶色くなっちゃうし、うん、やっぱ成長点が切られちゃうとその枝枯れちゃったりする。枝っていうか、うん、この葉っぱ枯れたりするんで。はい、とりあえず飛び出した、あ、当たった、ごめんなさい。飛び出した枝はとりあえず整理しました。また出てきたらね、ちょっとこう指でつまんで、やっていきたいと思います。で、あとはいらない枝ですね、こういうのを整理していきますね。こう一つ一つ上から見ていって、例えばこういう、こういうやつですね。こういう股から出てるやつ、野口さんあれですよ、結構あの股から蝶々が好きみたいで、彼女動画見てくれて、まあ美女談ばっかり言って股から蝶々言ってるって結構喜んでました。怒られるかな。あとこれですね、こういう小枝もちょっとここ集中してるんで、少しこういうのも切っていっちゃいますね、はいはい、同時に下の葉っぱもちょっと抜いていっちゃいますね。邪魔なやつは下向きの葉っぱですね。ここ今この辺整理したんです、ここですね、はい、ここに整理したんですけど、下向きの、あ、だからこういう葉っぱとか下向きので、一個ずつ整理していきます。枝の股の間をきれいにするっていうのと、下向きの枝を切る、うんうん、そうですね、ですかね。それを全部の枝にやっていく、はい、全部こう塊ごとにですね。でそれで一通りこう、うん、まあ、お掃除してから、はい、もう木のことを考える、まあ、そうですね、樹形とか、そうですね、一旦で、それで改めて、いらない枝とか、うん、そういうのを抜いていくようになると思います、うん、二度手間なんですけどね。本当は最初にいらない枝をパパパパ抜いちゃってもいいんですけど、はい、まあ、失敗するケースもあるんで、うん、だいぶさっぱりしました。だいぶさっぱりしましたね、うん、で今はまあバランス的にはこちら流れ、はい、これが差し枝になるんで、こちら流れ、こちら長さがですね、短い長いとなってるんですけど、やっぱりね、これが長いんで取っちゃおうかなって思い切って、うん、ちょっとだから幹の大きさに対して枝が広がりすぎというか、そうですね、広がりすぎちゃってるんで、うん、でこれ2つで差し枝、そうするとこっちも抜いていかなきゃいけないんで、そうですね、ちょっと思い切ってですね、少しちょっとコンパクトに追い込むような形で、で裏もこれが少し飛び出しちゃってる感じがあるんで、これとこの大きいの、あとこれもやってみたいと思います。はい、切るとはい、これもこれもとか言ってると本当にね、これ取っていくといいんですけど、でもちょっと長いな、やっぱり。よし、取りましょう。はい、決断は難しいですね、初心者の。まあそうですね、してみると、まあですからやっぱりこれもできるだけ今度潰していきたい、うん、やっぱりいずれにしても長すぎますよね、ということでこれを取ります。はい、取りました、うん、これがなりましたね、はい、そうするとやっぱりどん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 冷たくなってくる。裏枝もちょっと大きいですね。これはいらない、これ取っちゃってもいいんですけど、まあ、とりあえず残してですね。でこちらも大きい、これも大きい、とりあえずこれとこれ、本当はね、前枝戻しといた方がいいんですけど、まあ、これもあるし、ちょっとこれも取っちゃいますね、はい、これすっきり見えるようになったですね。ちょっと暗くなってきました、はい、うん、早くこの雰囲気の中で9歳にビールを飲んでもらいたくて、ちょっと来る時ビール買ってもらいました。あの、いいんですよ、雰囲気が。この雰囲気がね、今ちょっと音楽がないんですけど、うん、この暗い中にあのライトがね、だーっと光って、うん、雰囲気がすごいいい雰囲気で、ジャズかなんかのね、音楽を流して。昼間さんは車なので飲めません。飲めません。で、Q さんは私の同級生と一緒に飲んでってもいいですよって言ってたんで、彼女もだって一人も知らないじゃないですか。無理だろうって言ったんだけど、Q さん残ってけばいいじゃないですかって。無理だろうよって。せめて昼間さんはいてくれないと。そうね、せめてね、うん、はい。でもね、なんとなく形見えてますね。見えてきましたね。ちょっと幹を磨きましょうか。だんだん色が出てきました、はい、ちょっと幹を磨いて、主要な枝だけ少しこう針金をかけて棚を作っていきたいというふうに思いますね、はい、あとは針金をですねかけて棚をポコンポコンポコンと作っていきたいというふうに思います、はい、枝先だけでいいですね、うん、はい、もう本当模様切ってとして作っていく感じで、うん、そうですね、模様着でいいと思いますね、うん、はい、枝配置をちょっとしていきたいと思います。こういうのはちょっと下げますね、はい、はい、18番かな、焦ってます。
痩せてるんですか早く打ち合わせがしたくてワークショップやりますって言った方がいいかもね。言った方がいい、うん、もう言い切っちゃうかなっていう。来ると思いますよ僕は。あ、来ていただけるとね。やっぱワークショップやってる人いるけど、うん、ひるまさんみたいなね感じの人いないじゃないですか多分、うん、まあそうですね、うん、だから私なんかもいろんなところで実はやってるんですけど、うんうん、その時はね真面目にやってますよね、うんうん、そう人となり知ってくれてるからもうちょっとふざけられます。そうそうなんですよね。あの埼玉市の依頼とかねそういうのとやっぱり真面目にやらなきゃいけないんで、うん、でもコースがあるんですか。どうなんだろう。いい言葉が出てきましたね。私のもうネーミング決まってるんです。ネーミング、盆栽フルコースっていう。盆栽フルコース、一日で楽しめるっていう意味で。あ、うん、でいろいろだから私考えすぎだって言われちゃうのはそこなんですよ。いろいろ詰め込みたくなっちゃうから。なるほど。そうそうそう。ってことはじゃあ持ち込みか。秋はいやいろいろですか。それもちょっとまだネタ言えません。僕もあとお楽しみで楽しまれてるよね、はい、Q さんにも内緒にしちゃって。僕結構ダメ出しいや、いいです。じゃあ厳しいですよ。だからその意見を したいんです。それは、うん、で、ね、うん、そう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 、それはみんなが楽しめる。それがまさしく Q さんが声かけた一つなんです。なるほど、うん、企画力ね。ああ Q さんの決まったらじゃあ報告ですね。そうですね、報告してまた盆栽 Q で、うん、宣伝して応募してですね、はい、で人が集まればやるということですね。終盤に入ってまいりました。はい、だいぶ日も陰って。そうですね、雰囲気が良くなってきましたね。良くなってきましたか。ちょうど4時になりました、はい、はい、タイムリミットということで本当に荒掛けですけれども針金をかけました。正面これですかね。この枝が、あ、これじゃない、この枝だ。この枝が少しこう被ってくるかなぐらいで、ここに おっぴろげじゃなくて、うん、やっぱりちょっとこう前を少し隠すぐらいの位置でいいかなって思いますんで、まあ、正面どこでもなり得るんですけど、はい、はい、そこら辺でいいかなって気がしますね、うん、であとちょっと上の方はね暴れてる葉っぱもまだありますし、下ももっとこう取るとねもっと綺麗になるんですけど、大体のこう枝の配置というか、はい、そういう意味ではまあまあかなというふうに思います。いいですね、うん、ちょっとやっぱ最初よりもコンパクトになったし、うん、あの最初こんな風になってたと思うんで、うんうん、全体的に小さくなったっていうことと、まあ、棚がねそれらしくなってきたということで、まあ、冬の作業、ね、こんなことやってみたってことですね。上から見ると結構こうやっぱ隙間、うん、まだね、まだありますけどね、できたから、うん、これでまあ風通しとか日当たりも良くなって、うんうん、新しく芽が出て、そうですね、はい、さらに小さくすることもできるかもしれないし、そうですね、こういうところがだから充実してきて、完全に上がこうね棚がポコンとできてくるといい感じですね、うんうん、はい、あの多分ね成長してきてなると思います。ということで、落ちますねこれね。落ちますね。とりあえず、まあ、野口さんいなくなっちゃいましたけど、はい、このギャラリーでどうかですね。この雰囲気がだんだんちょっと暗い雰囲気になってきて、どうです、どっか置いてみますか。うん、ちょっとね、行きましょうか。最後ですか、黒ポットっていうのが、ポットがねあれぐらいもうだよね、鉢入ってれば鉢入ってればいいかもしれない。そうか、こういう洋の雰囲気にね、うん、木を合わせるっていうのもいいですよね、うん、そうですね。あ、なんかいいじゃないですか、芸術的で。うん、盆栽ってのはやっぱトップライト、うん、上からの光がいいですよね、うん、いいですね黒ポットじゃなければ。そうですね、これがこういう鉢に入ればね、うん、グッと下がるとこの上の空間もいいですよね、はいはい、これがね、はい、ということでこの後ですね、打ち合わせをしてワークショップがやれるかどうかちょっと考えてみたいと思います。まあ心拍についてはこんな感じで、まあ、作ってみたというところですかね。これもこの時期の作業。ああ、そうですね、やっぱり冬ですよね、うん、針金かけてるというのはもう今適期なんで、あの、うん、暴れてる心拍がある方はどしどしやってみた方がいいと思います。で春に植え替えして。そうですね、植え替えしてですね、春、まあ、6月ぐらいでもいいと思いますけどね。でそうするとその頃またこうこんもりこんもり芽がこう立ってきてですね、棚になってくると思うんで、はい、はい、よくできてると思います。ということで以上、はい、心拍冬の作業でした。ありがとうございます。特徴、うん、この壁にですね、
フレームを貼ってる。フレームを貼ってるんですけど、これとあとちょっと天井見てもらってほしいんですけど、はいはい、ちょっと変わってませんね、天井。あ、傾斜ついて、あ、そうですね。ね、その通り、絶対天井高いんですけど。斜めだ、こっち。斜め。あ、本当だ。また見えなかった。はいはい。この秘密がですね、実は2階にあるんです。2階に行ってみましょう。2階？はい。はい。あ、すごいですよ。これ撮ってます？これ何動画なんですか？秘密の隠れ場みたいになって。すげえすげえ。ちょっと暗いんで気をつけてください。お化けかなこれ。よくわかんないです、構造が。たまに年配のおじいちゃんがスッと出てくるんでちょっと気をつけてください。ホラー映画で、ちょっと2階上がります。なんかすごい。そうか、工場。うん、工場だった。工場だった。すごい急な階段。これなんかすごいですよ。うわー、何これ。お、本当だ、綺麗だ。うん。おお、すごい。え、何ここ。ちょっと説明できない。これですか。ここはどういう工場だった。キャンバス工場です。キャンバス工場。築90年のキャンバス工場で、ええ、床がこうやってカーブしてるのはキャンバスを貼って、あれを下に下ろして、うん、まあ、マッピーここでしょ。マッピーで、マッピーです。こうやって、こっちに来て、あ、こうやって、で、こうやって、2人でこうやって作業をするんですよ。あ、こういうふうに。え、全然わからない。キャンバスっていうのは、絵を描くキャンバス。そうです、そうです。キャンバス。ですね、この上に麻を貼って、その上にこの全部配合したものを塗っていくんです。はい、これは麻で。はい、その上に、そうそうそう、あ、これを、そうそうそう、あ、だから、和紙みたいにこう、そうそうそう、透かして、あ、そういう意味ね。それをやらされたんだね。そうそうそう。だから水の中にそういう紙の溶かしたものがあって、あ、そう、これを粉の配合したやつをここに塗っていくんだけど、うん、塗っていく、 両端で一緒に塗っていくので、うん、でこれからもう重たくてたわんじゃうので、うん、そのカーブと一緒のカーブになってるんですよ、床が。それで負担がないように仕事ができるように。なるほど。という感じですね。結構な重要文化財ですよ。ね、有形文化財。有形文化財。文化だから。なるほど、すごいですね。なんかこの放射線状のは今あんまり。あ、これ。そう。あ、確かに。あ、確かにかっこいいですね、これね、広がってる。でもこの傾斜があるからもうリメイクというかね、新しく何かに使うの難しいですね、うん、でもなんかここでアート系の人とかは、うん、ここは平らなので、あー、ほんとだ、こう真ん中の使いますかっていう。ここでね、うん、そう、本当は盆栽をこれはできるわけですよ。そうそうそう、スケートボード、怪我しないでください。なんか本当にここに盆栽飾ったりとかね。なるほど。吊り下げたりとか、いいかもしれない。上でスポットライト当ててみたいなやつらしい。へー、面白い。ここはでも現在貸し出しとかしてない。うん、なんか階段が急なので。まあまあ、そうそうね、ちょっと入り口もちょっと難しいですよね、見つけるのが。へぇ、なんで上に窓があるかは、うん、これを上に上げて乾かすので、うん、だから上の方に窓も。ああ、上にね。なるほど。かっこいい。ね、残したいっていう。うん。どこかに使えそうですよね。ギャラリーとかしたらかっこいいですよね、きっと。さっきのギャラリーはすると、そこからこれまでって感じ？ここまでね、そうだよね、途中切れてるもんね。あ、そうかそうか、斜めでしたもんね、うん、あ、こうなって、ここだ。あ、そこなんだ。ここがヨガのね、できそうなところ。へぇ、盆栽はとても多いよね。